こんにちは。脳科学の視点から潜在意識を上手に使って夢を叶えるドリームプランナーのリッチ幸子です。今日はこのドリームプランナーを使って夢を叶えた人をご紹介したいと思います。では自己紹介お願いします。はい、志田のり子と言います。仕事は学校の教員をしています。はい、のり子さんよろしくお願いします。お願いします。この講座に出会う前どんな悩みがありましたか？なかなか忙しさに追われて自分の時間を取れないというのが課題でした。なるほど、そうなんですね。自分の時間が取れない、いろんな講座がある中、このドリームプランナーを選んでくださったのはなぜですか？その時にちょうどいとこがエステをやってるんですけれども、YouTube でミニ講座みたいなのを始めて、その中によく潜在意識とか脳科学とかという言葉が出てきたので、もともと興味を持っていて、同じような言葉がこの講座にはあったので、申し込もうかなと思いました。なるほど、脳科学とか潜在意識、ここに惹かれて来てくださったんですね。ありがとうございます。この潜在意識を学んだことによってどんな変化がありましたか？はい、毎日のワークとか1ヶ月のワークとか、いろいろやることがあるので、自然と自分のことを考える時間というのが出てきて、自分と向き合えて、もともと自分の目標だったプライベートな時間を充実させるっていうところに自然につながっていったのかなというふうに思います。おー、いいですね。プライベートな時間を充実、どんな風に時間の使い方、どんな充実な時間を使えるようになったんですか？はい、前から紅茶が好きで、もっと知りたいなと思ってたんですけれども、通信講座に申し込んで資格を取ったりだとか、あとそこから広がって他のお茶も勉強したいなと思って、今は日本茶の勉強も始めました。すごい、紅茶に始まって日本茶の勉強も始められたんですね。素敵、いいですね。仕事とは違うまた時間の過ごし方がねできますよね。ちなみになぜそんなことが可能になったんでしょうか？1ヶ月に一度グルコンがというのがあって、他の勉強してる方たちとお話をする時間があるんですけれども、皆さんの話を聞いてると、楽しくやるとか、ワクワクしながらやるっていうことが大事なんだよっていうことをよく聞いて、で、楽しくやるにはやっぱり自分が一番好きなことからやってたらいいのかなと思って、自分が好きなことに取り掛かれたのかなっていう。なるほど、いいですね。自分の好きなところから始めてみたって感じなんですね。そしたら今はどんどん広がってる感じですね。はい、はい、この講座ってどんな方におすすめだと思いますか？はい、いろいろワークがあるので、課題があるので、何か現状を変えたいんだけれども何から取り組めばいいのかなとか、ちょっと動けないでいる人にもいいかなというふうに思います。ありがとうございます。どこから始めたらいいんだろうという人には、枠があるからやってきゃどんどんできるみたいな感じなんですかね。そうです ね、ある意味反強制的にね、毎日宿題があったり、あ、月に1回グルコンあったりなんてしてるうちに気づいたらやって変わってこれたと。そうですね、はい、ありがとうございます。では最後にのり子さんの今後のビジョン聞かせてもらってもいいですか？はい、自分が好きな紅茶だとか他のお茶の勉強もしているので、いずれは他の人たちに自分の楽しかったことをこう伝えて還元していけたらいいなというふうに思います。わー、素敵、いいですね。自分だけじゃなくて他の人にもね還元できたらいいなって、素敵だなと思いました。はい、今日は素敵なインタビューありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。